はい、こんにちは。今日はジャズフレーズの練習したいと思います。今日のフレーズ、ちょっと短いフレーズなんですけど、バリー・ハリスっていう人がピアニストのレッスンの動画でバーって弾いてるのがあって、譜面とかなかったので、ちょっと譜面書いて、軽く書いたので、それ練習に使えるなと思ったので書いてみました。B フラットメジャースケールで上がってきて下がる。で、F7 の、アルペジオ。で、B フラット6のアルペジオ。で、キーが B フラットで行くと、ナインスの音で終わると。その後、D マイナーのフレーズ。で、半音下のマイナーのフレーズ。こういうつながりです。で、この半音下に行くときは、5から4の指で行くって言ってました。で、ここ4にして僕は3、2、1、1ってやってるんですけど、まあ、人によって違うと思うので、ここを1にすると2、1とかかな。もうちょっと難しくなるので、結構速いスピードだと1、1の方が速く弾けると思います。僕が勝手につけたので、左手は好きなように弾いてもらったらいいと思います。右手の練習だと思うので、一応軽く、一応譜面書いたんですけど、こんな感じで練習するといいと思います。フレーズは B フラットメジャースケールっていう感じの捉え方で、コードでこう、コードトーンの、なんかこう、ダイアトニックの、こういう風な3度のアルペジオの上下を使ってる感じで、フレーズが構成されてるみたいな。で、それに半音が混ざってるみたいな感じですね。こういうフレーズを応用して、なんかこう B フラットメジャースケールって結構大きく捉えて、それプラスこう、メジャースケールを中心に3度のコードの上下と半音階、なんかこういうのを使うと結構こういうフレーズっぽい感じになりやすいと思うので、まあ、そういうのも参考にしつつこういうフレーズ練習したらいいと思います。何回も弾いて、ジャズのフレージングに結構慣れていくのめっちゃ大事だと思うので、ちょっとコピーしたり、YouTube 見てちょっとコピーしたりして、ちょっとフレーズ真似するとかも結構いいと思います。はい、今日はもうめっちゃ簡単な動画で、まあ、一応譜面取ったので軽く練習するように、な動画でした。ジャズフレーズのめっちゃ簡単な練習みたいな感じです。